日本神奈川県横浜市磯区西町西町は、神奈川県横浜市磯区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み区域。正式な読みは西町であるが、地元では西町と呼称されている。磯区北,北東部に位置する。北で、下町、北東で中区根岸日台、東で東町、南で、大鳥町、西で、 原町と接する。ネギシ線ネギシ駅の駅前市街地のうち西側にあたる。横浜市主要地方道82号参加本木、磯子線の北側の丘陵部には、一戸建てを中心とした住宅地が作られている。横浜市主要地方道82号参加本木、磯子線は、かつての海岸線に相当し、ここより南側は埋め立て地にあたる。 この埋め立て地には、集合住宅を含む商業ビル群及び、横浜市立ネギ市中学校が置かれている。主に中ネギ市町の西半分を承継しながら、大鳥運河の埋め立てや、道路位置の整理を受けて、町の範囲を定めた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町域内を JR 東日本根岸線が通るが駅は設置されていない。東側に隣接する東町に根ギ駅が置かれている。かつては横浜市電が 町内の山下本木磯そ線上を通っていた。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。テレビ朝日の気候番組、地位散歩で地位武雄が西町を散策した。ネギ編、2011年9月放送。ありがとうございます。